七クマ。俺は平川剛、七クマ高校に通う、どこにでもいるような平凡な高校生だ。そんな俺には超絶可愛い幼馴染がいる。まゆちゃん。さあ一発勝つよ。それが十和田まゆか。俺と同じ高二と思えないぐらいの小ささと可愛さは国宝級だ。まゆちゃん、おはよう。眩しい顔で話しかけんな。もしかしてまた遅くまでアニメ見てたの？うっさい。私が遅くまでアニメ見てようが、カップラーメン100個食べようが、バカチヨには関係ないみょん。ないみょんって かわいすぎる。まゆちゃん、感情的になるとすぐ噛んじゃうんだよな。ないもんって言った。絶対ないもんって言ったから。うん、俺の聞き間違いだったね。聞き間違いした罰としてカバン持って。うん、持つよ。ついでにまゆちゃんもおんぶする？は？私は子供じゃない。ガキ扱いすんな、バカつよ。子供扱いしたつもりはないんだけどな。ごめん。おはよう。お、つよし、まゆちゃん、はよう。つよし、またまゆちゃんのカバン持ってあげてんの？つよしが聞き間違いした罰だ。そうだよね。毎朝なんだかんだ待たせてるよね。可愛いからありあり。俺だってまゆちゃんに言われたら何でも言うこと聞いちゃうもん。確かにまゆちゃんは見た目でかなり得してるよね。口開くとかなりの毒舌でドン引きするけど。毒舌じゃない、本当のこと言ってるだけだ。どうどう、他の子たちに牙向けない。私はライオンじゃない。わかってるって、子猫ちゃんだよね。まゆちゃん眠そうだな。いかん、授業中だ。なんとか起きようと頑張ってる。頑張れまゆちゃん。あ、まゆちゃん、やばい、一瞬意識が持ってかれてた。いや、やばいのは意識じゃなくて。あ、ついに岡本先生の授業でまゆちゃんが寝ちゃった。まゆちゃん、まゆちゃん起きて。はい、僕強。じゃあ次の問題を。十和田さん。まゆちゃん、当てられてるよ。十和田さん。十和田さん。サイポケ。十和田さん。僕の授業で寝るとはいい度胸ですね。え、あれ、ちょうどいい。体育の小田先生が体育倉庫の片付けが必要だと言っていたので、放課後残って倉庫の片付けと掃除をするように。へえ。さーて、授業終わったし、バカつよ、帰るぞ。ちょっとまゆちゃん、なんで帰ろうとしてんの？お前はバカか。学校が終わったから帰るに決まってんだろうが。え？本当に忘れちゃってる？何がだ？まゆちゃん、今日居眠りしてた罰として岡本先生から体育倉庫の片付けと掃除するように言われてたでしょ？逃げるか。逃げたら親に連絡が行く上に反省文書かされるらしいよ。げっ、卑怯な真似を。俺バスケ部で体育倉庫使うけど、あそこめちゃくちゃ物が多くて片付けるの大変そうだぞ。みんな私これからバイトなんだよね。俺は部活。バカじゃなくて、強しは一人じゃ大変だもんね。手伝ってあげるよ。手伝ってあげるだと。手伝わせてくださいまゆちゃん。そこまで言うなら手伝わせてやらんこともない。まゆちゃん、頼むときすら素直になれないな。どんなときだったら素直になれるんだろう。それじゃ頑張ってね。じゃな。ち、あんなやつらもう友達じゃない。そんなこと言わないの、俺が手伝うからさ。制服じゃ汚れるからジャージに着替えないとな。それが目的だったのか？え？何が？
このまま私の着替える姿を見るつもりだろうが。いや、俺は教室の外で誰か入ってこないか見張ってるから着替えていいよ。そんなこと言いながら覗き見するつもりだろ。バカ強とはいえ男子高校生、男子高校生といえばエロ妄想しかしてないだろ。こんな美味しいチャンスを逃すはずがない。いや、しないし。私がちっちゃくて子供みたいな顔だからしないってことか。私をバカにしてんのか。そうじゃないって。まゆちゃんが嫌がることはしないってこと。信用できないなら女子更衣室とかトイレで着替えてきたら。俺も行ってくるし。それじゃパクツヨは教室の外に立ってる。アリの子一匹入れるんじゃないぞ。わかったよ。とはいえ、そりゃあ全く意識しないってわけにいかないよな。好きな子が教室で着替えてんだから。本当に物が多くてごちゃごちゃしてるな。時間かかりそう。さっさと済ませるぞ。そうだね。これ手伝わなくても届いたし。ああ、ごめんね。ああ、それ俺が運ぶからいいよ。私だってこれくらい持てたし。ごめん、俺が勝手にやってるだけだから。ようやく備品の整理終わったな。高千代が真面目に働くせいで時間がかかりすぎた。ごめんごめん。でもあとは掃除したら終わりだから。今何時だ。スマホ置いてきたからわかんないな。私も置いてきた。ま、あとは掃除するだけだからちゃっちゃと終わらそうよ。バカチヤの分際で私に命令するな。ごめんごめん。たく、誰だ倉庫を開けっぱなしにしたのは。え、すみません。まったく、鍵閉めもせんと困ったもんじゃ。すみません、開けてください。クソジジイ、開けろ。開けなきゃ蹴り入れるぞ。ダメだ、用務員のおじいちゃん耳が遠いから聞こえてないんだ。そんなクソボケジジイになんで用務員なんてやらせてんだ。仕事は真面目だし丁寧だしいい人なんだよ。でもこんなことになるなんて思ってもなかった。こうなったら連絡するしか。いや、俺たちスマホ持ってないじゃん。バカつよ、なんでスマホ持ってきてないんだ。ごめん。別に私もスマホ忘れてきたし、バカつよだけが悪いわけじゃないし。用務員さんが鍵を閉めたってことはきっと朝まで誰も来ないと思う。はあ、ってことはバカつよと一夜を過ごすってことか。そうなるね。お前、私に指一本でも触れたら。しないから安心して。私が魅力がないからか、ガキっぽいからか、セクシー女優だったら襲うのか。何言ってるの。まゆちゃんが嫌がることはしないってさっきも言ったでしょ。そうか。とにかくあまり体力を使わない方がいい。そこのマットに座ろう。バカ強、お腹すいた。倉庫には食べ物は置いてないもんな。あ、まゆちゃん、はいこれ。おめえ持ってたのか。ポケットに入れっぱなしにしてたみたい。俺よしのは。俺はいいよ。まゆちゃん食べて、お腹すいてるでしょ。わかった、じゃあ半分こしよう。半分こってどうやって。私が半分舐めて、その後はバカチヨにあげる。ちょ、やめてくれ、エロい妄想しちまうから。大丈夫だから、まゆちゃん食べて。じゃあ噛んで半分にする。それならまあよし。え、手で持って前歯で噛むんじゃないの。割れた。やっぱいい。私がやると言ってんだ、遠慮するな。遠慮じゃなくて。ああ、
口の中にある飴を手で取り出してもらうのが嫌なんだな。うん、本当は違うけど。それじゃ口開けろ。え？直接バカチョウの口に半分の飴を入れてやる。勘弁してくれ。いい、お腹全然空いてないから。てかいっぱいだから。違うとこがパンパンになっちゃうよ。本当にいいのか？いいから。はあ、ドキドキどころか心臓バクバクした。もう遅いし寝ようか。俺は離れたところで寝るから、まゆちゃんはこのマット使って。ダメだ。え？だって夜は寒いし、そのくっついて寝た方があったかいだろ。それぐらい分かれ、バカツヨ。でも私の命令だ。うん、分かった。まゆちゃんとくっついて寝て何もしないとか、どんな拷問だよ。ちょっとじゃあおやすみ。せめて少しでも落ち着けるように背中向けて横になろう。バカツヨ、寝たか？寝れるわけないし。寝たのか？え？まゆちゃんの声のトーンがいつもと違うような。あのね、私本当はつよしのことが好き。まゆちゃん？なのにいつもあんな態度取っちゃってごめん。いいよ。つよ寝てたんや。ごめん、起きてた。やあ、逃げる。逃がさない。話せ、バカつよ、このバカ力。話さないよ。まゆちゃんが俺のこと好きって言ってくれたんだもん。話すわけないでしょ。言ってないし。言ったよ。ほら。私本当は強しのことが好き。ほらね。うん。って、あ、スマホ。あ、しまった。持ってんじゃん。ごめん、まゆちゃんと一緒にいたかったから。まあいいじゃん、朝まで一緒にいよ。帰る。そんなこと言わないで。俺まゆちゃんのこと大好きだから。だったらん？キス。うん。ああ、まゆちゃんかわいいな。うっさい、バカつよ。そんなこと言ってても俺のこと好きなんだもんね。好きじゃない。つよし、まゆちゃん大丈夫？あ、開いた。話せ。これはよろしくやっとったようじゃな。やってない。残念ながらキスとハグだけです。え、マジか。ついにまゆちゃん陥落。陥落してないし。そんなこと言っていいの？昨日のボイスメモ二人にも聞かせちゃおうかな。やめろ。しないよ。だってこれは二人の大切な思い出だもんね。うん。すげえ、手なずけてる。実は強氏の方が一枚上手だったか。まあね、塩対応で毒舌で、俺のことをこき使う幼馴染は実は俺が大好きで、体育館倉庫に閉じ込められたことでようやく俺に告白してくれた。これからはまゆちゃんにたくさん出れてもらうんだ。覚悟してね。やだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。